それなのに君はそれもしようとせず、上司だけじゃなくその家族の命も奪うという卑劣なことをした。ブラックワールド。俺の名前は熊本。35歳になるが、なぜ牢屋に入れられているかというと、俺は殺人を犯したからだ。俺が殺した相手は会社の上司。何か小さなミスをするたびにネチネチと俺に嫌味を言ってきて、毎日のように残業を強制された。俺をバカにする上司にいつか仕返しをしてやろうと思っていた俺は、ある時限界を迎えて、上司の一番大切にしているものを奪ってやろうと考えた。上司の一番大切にしているもの、それは家族だ。残業から帰った足でそのまま灯油を購入して、家族水入らずで過ごしている上司の家に侵入し、視察した後火をつけた。出口になりそうなところは重点的に灯油をまいておいたから、万が一生き残っていても逃げ出すことができない状態にして、俺の復讐は成し遂げられた。すぐに自首して逮捕された俺は、取り調べや精神鑑定を受け、責任能力があり、計画性やその残忍さから第一審では死刑判決を下されたが、俺は最初から無罪なんて主張していなかった。反省しているという姿勢を常に見せ続けることで、自分の犯した罪を悔い改めるチャンスが欲しいと減刑を求め、第二審で無期懲役を勝ち取った。自分の犯した罪をしっかり反省して償うんだぞ。はい。俺が裁判で無罪を主張したり、言い逃れをしようとせずに自分から罪を認めたのは、死刑を免れるためだった。死刑にさえならなければ俺は構わなかったのだ。無期懲役で済んでよかった。仮釈放まで10年、ここでおとなしくしてれば出れるんだから、ほんとラッキーだよな。もちろん仮釈放になるには刑務所での生活態度や外に出てから就労をしなければならないという決まりなどもあるが、どのみち外で暮らしていれば働かないといけないことに変わりはないし、人を殺してもその程度で済むならむしろお得と言ってもいいだろう。お前新入りだろう。いや、気に張り切ってるな。はい、熊本って言います。よろしくお願いします。なんでそんなに元気なんだよ、こんな最底辺な場所で。噂で聞いたが、お前無期なんだろ。何が楽しい、気でも狂ったか。いえ、ここで10年真面目に生活すれば外に出られるんだと思ったらやる気が出るんですよね。10年。ほらな、お前と同じ無期だ。そうだったんですね。何年目ですか？15年だ。え、15年なんですか？仮釈放は？されてねえよ。素行が悪かったりすると出られないんですよね。あ、喧嘩売ってるわけじゃありませんよ。バカが、俺は模範囚だっての。じゃあなんで仮釈放されてないんですか？何にも知らないみたいだから教えてやるよ。2004年の刑法改正で有期刑は最高30年に引き上げられ、無期刑は自動的に最低30年の服役をしないと仮釈放の審査対象とならなくなった。仮釈放される人はわずか年に10人程度。仮釈放されたとしても早くて32年、長い人は40年以上服役してやる。そうだったんですか。ここじゃ当たり前の話だが、それは別に外でも常識の話だろう。なんでそんなことも知らないんだよ。そこ無駄口が多いぞ。それでも俺たちがやることは変わらない。早く出るためには模範囚であり続けることが大事だ。はい。自分の想定していた期間より3倍も長いことには驚いたが、この人の言う通りだ。幸い外に俺の帰りを待ってくれている妻や子供はいない。いるのは両親だけだ。俺の刑務所生活はここから始まった。まず7時前に起床し、部屋の掃除、洗顔、点呼が行われる。朝ごはんは7時から15分で済ませ、作業場に向かう。作業着に着替えたら8時から作業開始。12時に昼ご飯を食べ、午後の作業に入る。運動の時間もあり、面会や診察があることもある。
17時前には作業が終わり、入浴の時間になる。最悪なことに、入浴は週に数回しかさせてもらえず、作業で汗をかいた体は悪臭を放っていることが多かった。17時には夕食が始まり、21時の就寝時間までは自由時間になっている。読書やテレビ鑑賞などすることができる。やんのかお前、こっちのセリフじゃもげ。中にはストレスが溜まって喧嘩を始めるバカもいるが、俺は模範囚を目指しているから極力関わらない。ここを早く出るには我慢することが大切だと気づかぬバカどもに足を引っ張られるのはごめんだ。俺は最短でここを出る。それから数年経った頃、熊本、そこのいいお前に新しい仕事を任せる。新しい仕事ですか？他の囚人と問題を全く起こさない熊本にはぴったりだ。今日から高齢囚人の手助けをしてくれ。それって介護ってことですか？おう。おじいさん、体起こしますよ。痛い痛い痛い。もっと優しくできないのか、このバカ者。はいはい、すみませんね。昼飯はどうした？早く準備して持ってこい。さっき食べましたよ。わしゃ食べとらん。無期刑が30年以上になったことで、刑務所内の高齢化は急速に進み、獄死も増えている。よー熊本、ムキムキ介護してるんだって？ムキムキ介護？俺は全然ムキムキじゃありませんよ。そのムキムキじゃねえよ、ムキムキ介護のことだ。ムキムキ介護？ムキの囚人がムキの高齢囚人を介護することから、ムキ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 介護って言われてるんだよ。なんですかそのふざけたネーミング。俺のこともそのうち介護してくれよな。嫌ですよ。もうそろそろ30年経つじゃないですか。頑張って仮釈放されてくださいよ。できたらな。俺はそれから何日も何ヶ月も何年も刑務所で過ごした。俺が捕まってからもうそろそろ30年経とうとしていた。仮釈放を希望します。熊本は模範囚としても立派だ。仮釈放について異論はない。だが身元引き受け人が必要になる。誰かいるか？この時俺はすでに65歳を超えていた。両親はすでに他界していたため、俺は親戚の人に頼るしかなかった。身元を引き受け人？ああ、俺が仮釈放されるには身元引き受け人が必要なんだ。生活費なんかは自分で働いて稼ぐ。だから身元引き受け人になってほしい。ああ、すまないが私には無理だ。なんで？別に迷惑だってかけない。両親のいない俺には頼れる人があんたしかいないんだ。私にも家族がいる。家族を守る義務があるんだ。それはどういう意味だ？君の両親は人殺しの親として住んでる場所を追われ、遠く離れた土地でひっそり亡くなっていったよ。申し訳ないが、私は君の人生より家族の人生を優先したい。もし万が一君を引き取ったことにより何らかの被害に遭えば、私は君を許せない。仮に何もなかったとしよう。それでも出所してきた君は家もなく職もなく、どうやって生活していくつもりなんだ？働いて住む場所を探す。60を超えた前科持ちの男を雇う企業なんてそう簡単に見つかるはずがない。君はどうしてあの一家の命を奪わなければならなかったんだ？それはあの上司がムカついたから。それならその上司に文句の一つや二つ言えばよかった。そんなことをしたら俺はクビだった。だったらいっそのことその上司をぶん殴って仕事を辞めて転職するくらいの気概を見せればよかった。それなのに君はそれもしようとせず、上司だけじゃなくその家族の命も奪うという卑劣なことをした。こんなことをすればクビどころの騒ぎじゃないのは分かっていただろう。
でも君はクビになりたくないから文句は言えなかった。でも殺すことはできた。それなのに今も自分のやったことは仕方なかったと言い訳を続けている。無期懲役になって仮釈放の機会があるからと私にお願いをしてきたのだと思うが、反省して改心したようには見えない。申し訳ないが私は君の力になれない。反論の余地がない正論に返す言葉も見つからなかった。この日から俺は本当に心を入れ替えて刑務所生活を送ることにした。あれから何度か親戚にお願いしたが断られてしまい、友人も失っていた俺は弁護士に頼るしかなかった。事件の内容を見させてもらいましたが、熊本さんを仮釈放にするのは難しいと思います。どうしてですか？仮釈放の要件は満たしてますよね。あとは身元引き受け人を見つけるだけです。俺は本当に反省してます。そうですね、あくまで私個人の意見ですが、私があなたを助けたいとは思えない。当時担当していた弁護士は死刑判決を無期懲役にするくらい優秀だったのかもしれない。でも罪の重さは変わってもあなたがしたことに変わりはない。あなたは残忍な手口で人を殺してしまった。私はそんな人をきちんと裁くために弁護士を目指した以上、あなたを助けることはできない。そんな、弁護士に身元引き受け人を依頼するのは難しいと思います。あなたのいいところを知ってる人に頼むのがいいかと。そんな人俺にはもういない。全ては手遅れだったのか。俺はここから出る方法を完全に失った。プロは気持ちがいいの。そうですね、俺はこんなところで何をしてるんだ。仮釈放はいつじゃ。さあ僕には分かりません。出してくれ、ここから出してくれ。お風呂から出ますか。違う、この刑務所から出してくれ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。